最近付き合ってる人がいて、全然真剣じゃないんだけど、まだなんかちょっと様子見るか、お試し期間中、トライアル期間。日本人じゃないですよ。なんかあっち系、ヨーロッパ系、円安デビュー系。で、猫飼おうとか言ってて、彼めっちゃ綺麗好きで、猫ってすごい髪の毛抜けるじゃないですか。で、性格的あんまちょっと合ってないんじゃないって言ってお風呂入らせてもらって、私髪量多くてすごいよう抜けるんですよ、猫みたいに。で、人のお風呂やし、ちゃんと排水口に溜まった髪の毛綺麗にするんですよ、エチケットとして。黒髪じゃないですか。なんかどえらい長い、どう見ても女の子の髪の毛でさ、ブラウン系の髪の毛が出てきて、おおおおんー、まあ別に彼氏じゃないからいいんだけど、まあちょっとツーンってするじゃないですか。で、お風呂から上がって、ここは可愛くするしかないって思って、茶髪の女の子誰？何の話みたいな、こうアホみたいなこと言ってて、これとかって見せたんですよ、伸ばしながら。排水口に溜まってたよ。え、なんでそんな汚いもん触ってんの。私も同じ質問したいわ。いや違う違う、なんでそんな排水口に手入れてんの。いや私は髪の毛よう抜けるから、必ずエチケットとして綺麗にしてるの、誰かとは違って。でなんか変な言い訳作られて、まあ、別にいいやと思って、彼その後多分悪く思ってめっちゃ甘えに来て、また猫の話に戻って、一緒に猫飼おうよとか言って、どれがいいとか写真見せられて、なんで写真見たら茶髪の猫ばっかりで、また茶髪とか言って、こいつ女の髪の毛猫の髪の毛でごまかそうとしてるなんやこの円安デビュー。ありがとうございます。